はい、皆さんこんにちは、しば時計です。今回ですね、 X の方で話題となっているローストというですねサイトで遊んでいきたいと思います。はい、皆さんローストというですねサイトをご存知でしょうか。2024年8月以降からですね登場しておりまして、最近ですねすごく X の方で話題となっているサイトになります。で、何がですね話題となっているかと言いますと、こちらのですねサイトのところにですね、自分自身のユーザーネームをですね入れてディスカバーってボタンを押しますと、そのユーザーのですねこれまでのツイートをですね AI が分析しまして、そのユーザーの方がどういった人間かっていうのを、診断してくれるサイトになっております。で、まあ便利なね、その人の特徴をこう示してくれるようなサイトなのかなと思いきや、めちゃくちゃ毒舌なんですよなんかすごい辛辣な言葉だったりとか、なんかそこまで言わんでもみたいな感じの表現とかをねされて、結構面白いということで X で話題となっておりますので、今回私もちょっとね挑戦していきたいと思います。はい、では早速ですね遊んでいきたいと思います。こちらのサイトですね、無料で検索して遊ぶことができますので、皆さんもですねもし興味がありましたらちょっとね試していただけたらと思います。 URL の方はね概要欄に貼っておきます。はい、こちらにですねユーザーネームということで、自分自身のですねユーザーネームですね、私のしば時計のユーザーネームアットマークから続くやつを入れまして、ディスカバーってボタンを押しますと、このようにですね出てきます。一回ねちゃんと出てくるか試したので、すぐこの画面がパッて出たんですけど、多分最初に読み込んだりとかして時間がちょっとかかるかもしれないんですけども、このようにですね、AI が私のこれまでの投稿を確認してくれて、しば時計という人間はどういった人間なのかをですね、教えてくれます。では見ていきたいと思います。はい、 AI による分析によると、しば時計さんは30代の男性で時計マニアかつ YouTuber です。腕時計のレビューや情報発信に情熱を注ぐユーモアのセンスを持った方のようです。わ、嬉しいですね。ここまではすごくいいこと言ってくれてますね。多分年齢とかも何かしらで書いたりとかしとるんで、それでこういう風に見てるんですね。情熱を注ぐユーモアのセンスを持った方のようです。ということで詳しく見ていきますと、はい。時計にとらわれすぎて自分の人生の時間が止まっているようですね。腕時計を見るのに忙しくて現実世界を見る時間がないのでしょうか。フォロワー数よりも時計のコレクション数の方が多そうですね。時計のティックタックを聞きすぎて脳内でも常にカチカチ音がしてるんじゃないですか。時計への愛情を人間関係に注いだらもっと充実した人生が送れるかもしれませんよ。でもそんなアドバイスも時計の針が回るのを見ているだけで忘れてしまうんでしょうね。ということで、はい、こちらがローストさんがね、しば時計という人間を評価してくれた結果になっております。うん、まあ時計にとらわれすぎているのは否定しませんけど時計のコレクションがフォロワーの数より多いのは絶対にありえません。今 X の方確か1000人ぐらいね超えてるんで、それ超えるのはねありえないでしょうね。なんか時々AI の分析なので、なんか変なこと言ってたりとか日本語がおかしいところもあったりするみたいなんですが、この評価を見る限り7割ぐらいはちょっと正論疲れてるなっていう感じは正直受けますね。うん、現実世界を見る時間がないっていうところとかは、まあ確かにそうかもしんないなって思いますが、はい、脳内でもチクタク音がしてるんじゃないですかとか、時計の愛情を人間関係に注いだらっていうところはちょっとね結構あ、はい、そうっすねってなりますね。いや、まあもっと充実した人生が送れるかもっていうところは、別に今の人生が充実してないとは思わないので、うん、まあなんかちょっと悔しい思いもしながらも、あ、確かになっていうふうにね納得するところもあります。はい、まあ、結局ねこうやって AI の方がねアドバイスしてくれたとしても、どうせねおめやさんは時計の針眺めとったら満足しとるんやろうっていうことでこれもちょっと当たってるかなっていうところがあります。はい、ということで今回ねローストっていうサイトで X やってる方ね、自己分析というか AI によるね分析をしてもらえますので、辛辣なコメントがね
来るかもしれないんですけど、結構、的をね、いた分析をしてくれてるところもあって、すごく面白いかなと思いますので、皆さんもね、興味あったらぜひ試していただけたらと思います。はい、ちょっとねムカッと来たので、この後ねスマホの画面を割ってこようかなと思います。はい、皆さんもぜひ試していただけたらと思いますので、今回は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では失礼いたします。